マスク氏、ツイッター買収、迷走の末ということで、すごいよ。こうやって改めて書かれるとすげえなと思いますね。巨大 SNS、個人参加に。だいたい巨大 SNS って、巨大企業の参加ですからね。個人参加にって、そらすげえなと思いますよね。$440億。1ドル100円で計算しちゃダメですよ。145円で計算したらね、6兆4000億円ですから。よくぞ、まあそんなお金を個人で出しましたね。なんかトランプさんのツイッターアカウントが復活するっていうね、話もありますけども、サービスが、まあいろんなものが有料になったりとかするらしいんですけども、実名アカウント認証が有料になるとかね、いろいろ言ってますけどもね。私の関心事は、まずトランプさんのツイッターアカウントがね、復帰するのかどうか。まあ、あと、復帰するって言っても、トランプさんが、そう、じゃあって言って戻ってくるかどうかちょっと待って別物ですけどもね。で、それがまず一つ。あと、まあ、イーロン・マスクさんの言ってたことの中で、うんと思うのは、後で修正できるというね。ほら、Facebook って記事投稿して、後でちょっと言い間違えたりとか、誤字修正とかできますでしょ？ところが Twitter ってもう消すことはできるけども、修正できないですよね。これがこれでね、Twitter の良さだったりするんですけども、なんか恥ずかしいこと書いてみんなからボコボコにされて批判されて、しれーっと直すとか、そういうことできないわけですよ。Twitter の場合ね。ですからそういうのが後で変えられちゃうっていうのは、自分もね、誤字脱字とかもね、あるかもしれませんし、間違ったことをね、書いて訂正したりとかでもありますから、ああ、これ修正できたらいいのになぁと思うことはもちろんあるんですけれども、でもそれがまたね、ほら、人間汗のごとしじゃないですけども、生放送と一緒で一度口にしたものは取り消せませんからね。もう言っちゃったものはもう言っちゃうわけですから、あとでやっぱここってもちろんね、あとで取り消し謝罪なんてことはありますけども、しれっと直すことができないわけですよね。それがね、修正機能をつけるって話ですけども、もしかしたら1回修正するのに1ドルとか取られるかもしれませんけどねまあどうなるんでしょう。あとアメリカのね、 SNS が民主党寄りみたいな話になって、共和党系のね発言はなんか制限され、民主党系の発言はねそうでもないとか、なんかそういうのでね、経営者が政権選択できちゃうなんてことになったら、それは国民主権じゃなくなっちゃいますよね。 SNS オーナー主権になってしまいますからね。これ難しいとこですよね。アメリカでは言論というのはかなり認められてる国だったはずなんですよ。ところがね、 YouTube もそうですけど、今いろんな SNS がなんかちょっと政府の方針に違うこと言ったらはいバンみたいなそういう風になってきてますけどもね。それはね、犯罪を助長するとかってのはダメですけど、アメリカって本来言論はほぼ無制限に認められると。ただしこれだけはダメよみたいのがあって、非常にですね、豊かにね、言論の自由が保障されているはずの国なんですけど、だから国家が監視するんじゃなくて、 SNS のオーナー企業が一定の言論を一方的に弾圧するってことができてしまう。昔までは一企業がさじ加減をどう変えようが、そんな政権が変わることはなかったですけど、今本当にですね、もう何社かが結託したら、もう次の政権、じゃあ今度こっちにしましょうとか、この人勝たせましょうってことがもうできてしまうというね。まあだからこそ、これまで言論の自由といったら、政府が言論を弾圧しないことが重要だったんですけど、今はもう事実上ね、少数の企業が言論をコントロールできてしまう。そうすると、SNS 上の言論の自由っていうのはどうなのよというですね。なんか憲法の言論自由は政府が対象になるわけですけども、民間企業もここまで力を持ってしまうとですね、これは決してね、無視できない、まあ公器、公の器としてのね、公共施設ですよね、公共の財物としての役割がね、本来テレビがそうだったわけですね。だから放送法という法律があって、電波をね割り当てるわけだから、一方的な思想とか言っちゃダメよと、なんか政治的に意見が分かれるものはね、両論で伝えなさいという政治的中立というのが法的に定められていたわけですよね。ただね、この SNS 空間というのは別に有限の電波みたいなものではないので、無制限に作れるものですから、新聞とかと一緒だから、テレビにはですね、放送法ってありますけども、新聞には新聞法ってないわけですよ。もし新聞法なんかあったら、琉球新報なんか一日でも廃刊ですからね。一方的な立場からとかっていうのはダメですからね。朝日新聞なんかもう走行廃刊ですよね。もうひん曲がって大変なことになってますからね。なので新聞は新聞法ないわけですよね。まあでもちょっと SNS 上での言論の自由というのは今後ね、かなり大きいですね。まあそこをですね、マスク氏がツイッター
個人の傘下に収めたということで、さあどうなるんでしょうかということですね。今後ね、ツイッターの仕様がどう変わるのか、言論統制、幸いにして私のアカウントは一度もね、ツイッターは凍結したことないんですけど、ツイッターってどうしたら凍結になるんですか？ツイッター側が決めるので、うん、いやもちろんツイッター側が決めるんでしょうけど、はいはい、人種差別とあ、人種差別、フェイクニュース、LGBTK の際どい発言、そういうの制限かかるんだ。事例が。私一度も制限されてないよ。別にそんな危ない言論もないでしょ。いや、今まで凍結されてないのが不思議であるかのような。無傷なのはすごい。あ、無傷なのすごい。はい、あ、何？いきなり凍結だけ？と警告とかある？ツイッター凍結して戻ってこないこと多いんですよ。凍結したら戻らないことが多い。カズヤさんでもそうでした。しかも、まあ、韓国の問題とかで真実を語っているのに、はい、あ、韓国の問題で真実かか語ってんのにバンされた。そうそう、私韓国の問題相当真実語りましたけど、一度も来てないですよ。なので奇跡。え、奇跡的なの？書き方がうまいんじゃなくて？違うの？お上手なんだと。あ、そうですか、はい。無傷ってそんなすごいの？先生ぐらいの炎上。あ、わ、え、炎上してる私。まあ、してると思う。あ、してるの？炎上してんの？そうなんだ。これ、腕前じゃないのそれ。一度もね、バンされてませんからね。あ、自覚がなかった。無傷なのすごいんだ。へぇー。そうなんだ。たまたま？実力どっち？なるほどね。わかりました。ありがとうございます。というわけで、ツイッターどうなんのかな？え、マスク？トランプさんはトランプさんの解除するって話ですからね。いや、だから結局ね、その言論っていうのもやらしゃいいんですよ。で、こんな変なこと言ったらもうそう袋叩きになって、その人がね、社会的にね、活動できなくなったりとか、仕事がなくなったりとかするわけだから、もうやらしゃいいんですよ。それはね、人を傷つけるとかね、そういうのはダメですよ。自殺ほう助とか、そういうのはもちろんダメなんですけども、言論に関しては、やらしゃいいんですよ。名誉毀損とかね、殺害予告とかね、そういうのは全部法律でね、カバーされるわけですから、それがいいと思いますけどもね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。